もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さあて今週の新機体は、カズーチャータルトでも思ってやがんのか。はい、今週の新機体は機動戦士ガンダム刀からネクティスが実装。また10連で当たった。何週連続や、怖くなってきたわね。ネクティスは500コストの支援機、機体系エリック。ネクティスはアレックスをベースとした機体、ガンダムタイプとしての優れた機体性能に加え、多様な兵装を扱うことが可能。基本戦闘力だけ見ても高水準の機体となっている。さらにはサイコメ技術を転用した優先式大型ビットを追加装備、全距離、全方位に対応したモビルスーツとして完成に至った。武装チェック。武装はマシンガン、ビームサーベル、東部バルカン、ワングレンソービームランチャー、優先式大型ビット照射、優先式大型ビット連動、そして大型シールド。マシンガン、よろけちの低いバリバリ兵装。火力はしっかり出るので他兵装と組み合わせたい。ビームサーベル、高性能バランサーにより脱脂格闘が可能。下格闘が補正 145% と高め。大型ビット連動と合わせると結構狙っていける。東部バルカン、よろけち高めでマガジンたっぷり。こちらも大型ビット連動と併用することで行きやすい兵装。ワングレンソービームランチャー、2000バーストのチュンチュン射撃。ノンチャージでは蓄積を狙うことができ。チャージすることでよろけ効果が付与。威力は1800の単発射撃に変化。クールタイムが短く、ヒート率も低い。これ1本で遠距離からプレッシャーをかけることもできる兵装。優先式大型ビット照射、高速移動を行いながらのロック及び射出が可能。よろけ効果がなく、ビームが細いため割と抜けられやすい。優先式大型ビット連動、展開後は他の兵装を使用すると連動して射撃。よろけ効果、貫通効果あり、右左の順で射撃。発射から次の射撃まではおよそ3秒のクールタイムあり。よろけて数が一見少なく見えますが、優先式大型ビット連動のよろけ取り能力が高く、大型ビット連動展開中の射撃力はなかなかに凶悪。この大型ビット連動、格闘でもしっかり機能いたします。カウンターは弱カウンター、押し倒し。それでは実戦の方行ってみましょう。出撃してくれ。で、出たー、廃墟都市。このステージその昔は一番好きなステージだったんですけどねー。個人的にもうかなり下の方であります。とはいえ見ている人的には、オンドレアスがいろんなステージ苦しんでる方が楽しみやすいと思うので、最近一周してなんでもいい気がしてきました。どんとこい銀行、死んでる？あまりにも速い溶けスピード。という感じでビームランチャーチャージショットを狙いつつ、チャージビームランチャーからは即大型ビット連動を展開して怒涛の射撃を展開。連動と絡ませる射撃は、マシンガンなら火力が、ビームランチャーなら蓄積が、バルカンなら高速移動を行いながらの蓄積が狙えますね。連動と絡ませる兵装は状況により蹴りで選択してますね。主にマシンガンかバルカン。連動はチャージビームランチャーの後にすかさず展開すれば、ドンピシャで間に合っているかは怪しいですが、ワンチャンよろけ継続も狙えますね。めちゃめちゃ痛い目に遭いました。ロトがミリだったんで倒したかったんです。ビームランチャーをチャージしてる場合じゃねえという場合は即連動展開から射撃も全然ありだと思います。暇な時や射線を切られそうな時、連動がない時などに照射を放り込むって感じですね。ゴリゴリ削りつつも、最近の新機体では逆に珍しい弱カウンター。ペチ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 、押し倒しは追撃時間が短いから急がないといけないのである。先ほどからレレレ移動で被弾しづらく立ち回っておりますが、お気づきでしょうか？なんか早いこの高速レレレ移動に。そうです。本気はアレックス系特有の、高速レレレ移動補正持ち。バトーペの機体は標準で横移動が 80%、後退は 70% に速度減衰するのですが、本気は検証の結果、横移動 95%、
後退 90% の高速カサカサ移動。スピードが125と500コスト支援機にしては高めなことに加え、今回はカスタムパーツでスピードを底上げしているので、より立ち回りやすくなっております。アレックス系はどの機体もそうですが、スピード上昇パーツの恩恵が大きいのでおすすめですね。敵めちゃめちゃ固まってますね。今行くとフォーカス食らうので、浮いた敵が出てくるのを待ちましょう。むむ、これは来るか？それ、突っ込んできすぎかもです。一番やり大型ビット連動とマシンガンがトロトロに溶かす。マシンガンだけでも十分な DPS、そこに連動が加わりとんでもねえことに。ちょっと敵が近すぎますね。一旦下がりなんか来たー。判断が2秒ぐらい遅かったですね。レーダーにも目をつけるんだ。大型ビット照射は高速移動を行いながらの展開ができますが、大型ビット連動の方は高速移動を行いながらの展開開始ができないので、ちょっと操作感に来てありますね。まあしかし慣れればどうということはないかと思います。連動マシンガンの火力がすんごい本気ですが、連動バルカンも結構やばい気がします。高速移動しながら連動によるよろけと、バルカンによる蓄積を放り込める。というかバルカンもそこそこの DPS があるので、500コスト支援とは思えない強ムーブが展開できますね。この機体連動展開中は、結構やってるかと思います。いかに連動を押し付けるかじゃないでしょうか。という感じで連動展開中の火力、よろけ取り能力の半端ない機体ですが、逆に言うと連動のオーバーヒート中が弱点。しかしながら連動のオーバーヒート時間は22秒とこれ系にしてはそんなに重くなく、加えてカスタムパーツでヒート時間を軽減しているので、照射やその他の武装でごまかしている間に大体冷えますね。スピード向上パーツとヒート時間軽減パーツはこの機体、相性いいんじゃないでしょうか。さて、ここで本気の機体性能を見てみましょう。機体 HP は平均値を1700下回る低 HP。一方で防御補正合計値は平均値を4上回り。ヒットボックスこそ大きい本気ですが、耐久値3000のシールドに、サイコメ兵装には 30%、ハイブオプションには 15% のダメージカット干渉剤持ち、大きなヒットボックスに見合った耐久力を持っているんじゃないでしょうか。メックスの攻撃補正は射撃特化で合計値は概ね平均値。機動力は移動方向補正も考えるといい感じではありますが、スラスターの吹き返しが行える強制噴射装置がないのは減点ポイント。これがないせいで捌ききれない場面も出てきたりしますが、予想パワーで押し切れる場面が多いので、問題ないかなといったところ、逃がしはしない、Y の照射がロックオン。ロックオンできません。手こずらせやがって、サイコフレームを積めばロック時間が短縮できますが、この機体の大型ビット照射、そこまで重要な武装じゃないと思うので、サイコフレーム積むぐらいなら大型ビット連動を生かすパーツに切った方がいい気がしますね。ゴリゴリに追いかけながらも、味方には当てない配慮射撃、匠の技が光ります。この機体、地味に強いなと思うのが連動展開中の、よろけ取られからのスラスターキャンセル射撃、500コスト支援機にあるマジックカウンター射撃である。半端なよろけ射撃撃ち込んでくる汎用機に低体カウンター射撃をかましやすいわけですね。ちなみにこの機体、ステルスを看破するアンチステルス持ち、強襲機対策というよりかは、どちらかというと、汎用機のステルス持ち、イフリートレーダーが出てくることが多いので、そちらの対策ができますね。ラスト15秒、連動も展開していることですし強気の前分、あっあっちょっと待って近距離でロトはしんどいかもです。お前だけでも連れて行く。客ズバー。ナムさん。流れるような客ズバーナムさんのデスコンボでありました。終了。我々の勝利だ。連動展開中のパワー半端なし、ネキクスでした。最近のバトオペ、週1機体更新なのに機体のモデリング気合入りすぎな気がしますね。大丈夫そ？それでは今回はこの辺でー。